真物のいいとこ見せちゃうもんね。まずはミサイルだかい。普通の時から最強なんだよな、これが。ミサイル入れたらちゃんと前でないとだぞ。わかってるわかってる。トライストリンガーいる。怠慢だこら。こっちはチャージキープも危険だからな。お前が俺に勝てるわけねえだろうが。最近ワンピ見た？はい、ヤクルト最強。チャージキープ使えよ。ガチャ引きたい。ガチャ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 。これがガチャ中毒者か。もう50万近く回しちゃったよ。買いすぎだろ。全然いいのでないんだよね。このゲーム簡単だわ。どうしのんな。今回は真武器使いま。マジか、霊夢ちゃんと使えんのか。ちゃんと練習してきたよな。ワバリで2試合触っただけじゃねえか。ということでラスト450使っていきます。そういえば初日からゴールドライセンス使ってたな。お前チャージキープできる弓だよ。射程はプライムくらい。なんか見た目の割に射程あるな。チャージキープ絡めれば結構遠くの敵も射抜けるわ。チャージ後のダメージは一発45。キャンプ1で3本当てるとワンパンできるわ。一角出るとリールガンの確定音みたいな音が出るんだな。でも思ったより判定がシビアというか、結構一角出すのむずいんよな。霊夢の連動の問題では、あと死ぬほど濡れるよ。丸見さぶきでこれはやばいな。ミサイルめちゃめちゃ回せるんよな。ということで丸ミサブン回してみました。メインギアはスペゾーメインクスペゾーでお送りしていきます。サブギアはそんなものはありません。エリア想定でどんだけ撃てるか試してみるよ。いろいろおかしい気がするんですけど、細かいことはいいんだよ。エリアひたすら塗り返してもらって丸ミサ吐きまくってみます。一人デュアルいるのは何？あれにひたすら丸ミサ入れたろうかな。キセアルが何したってんだ。こっからは超倍速でお届けするぜ。結果だけ出せばいいのに。職が稼げなくなるだろが。340発撃ち込むことができました。趣旨変わってるんだけど。ってことでガチエリアです。やっぱエリアが一番強いんか。どうなんだろうね。ちなみに今回は丸ミサマンじゃないよ。ちょっと対面しまくってみようかなって。サブギア随分適当だな。まだできてねえんだよ。ちゃんと作るならこんな感じかな。わからんけど、正直塗り強すぎて塗ってミサイル吐いてるだけでもそれなりに仕事はできるんよな。まあでも2の時からミサイルマンは嫌われてるからな。それだけじゃ勝てないぜ。そうなんだよね。ちゃんとキルも取んないと味方負担やばいのよね。ってことでキル狙います。カバー早い。カちゃんは持てるんだ。守れなかった。せめてもう一人だけでも持っていくぜ。この武器むずいんだが。でしょうね。なんかやれないこと多いんだよな。霊夢が下手なだけだろ。いやまあそれもあるけども、これスクイックリンでよく。なんてこと言うんだバカ。いやまあ塗りとスペシャル違うからそこはあれなんだけども、キルはスクイックの方が取りやすそうよね。まあそれはそうかもしれねえな。局地あるからまたちょっと違うけどね。今使ってる人って大体ミサイル目当てだもんな。ミサイル武器少ねえからな。あっこれしかないんか。正直増えなくていいけどね。本当にね。あのリッターやり行くぜ。ラクトで裏取りってどうなん。チャージキープあるし動き回った方が強いと思う。後ろにいてもバとか弓の劣化になるしね。まあそれもそうか。ミサイル入れてしまえる感じが強いのかなって感じ。カウントめっちゃ進んでる。味方の塗り意識高くて助かるな。2キル取ってくれてるし維持して勝ちだ。今の位置格じゃない。パシパシュなめんなよ。忙しいやつだな。ダメジャンプ大体90ダメ出るからパシパシュでやれちゃうんよな。その辺はチャージャーとは違うな。あと塗ったら勝ち。若葉がバリア張ってくれてるな。左側は大丈夫そうね。右側にミサイル入れてこれで終わりだ。まあ最初はこんな感じよ。まあ最初にしてはいいんじゃねえか。どんどん行こう。ルールがガチホコに変わりました。大して武器使えないんだからせめてホコ持ちで貢献しろよな。私に持たせたら大変なことになるぞホコが。ホコ持ち練習しろよ。チャレンジだったら結構持つんだけどね。ホコ持ち得意な味方さんとやってるから任せた方が進むかなって。ていうかホコは弱くないか。急に話変えんな。最初は自陣塗ってミサイルでいいかもしれないね。ミサイル武器はそれが鉄板よな。追加武器で丸ミサ結構増えるかな。シューター系に1個は来るだろうな。ワンチャンケルビンに効くんじゃねえか。無理弱いしどうせたまんない。メインと噛み合わないからもらっても嬉しくないぜ。ネタはねケルビンオタク。弓の人に断してるわね。こっち見てないから。これはやれるわ。今の位置角なのな。出る時と出ない時の差がよくわからん。残りの獅子もやれそうだな。これも位置角で倒せなかった。パシパシュで倒すわ。絶対打ちすぎだろ。フルセーナ倒せればなんでもいいだろ。最前線いける武器ではないと思うから、ミサイル入れてサポートするわ。合わせてホコ持ちが前出てくれたな。判断早くてほんと助かる。関門突破は大きいね。ミサイルでも事故ってるな。手前も処理して、これで進められそうね。バリア張ってくれてるな。バリアマジで強いよな。どのルールでもやばいわこれ。そろそろ私がホコ持ってくれた。武器なかったよね、ホコ持ちさー。めっちゃ進めてくれたわ。お前とは大違いだな。このルールって実はここ進めるとカウント進むんだよね。みんな知ってるぞ。やることないんですけど。狙いよ。ここ持たねえしキルも取らなかったらいよいよやったタフだぞお前。いやだって絶妙に射程足んないんだもん。なんかかゆいとこに届かないのよな。これ以上射程あったらぶっ壊れだわ。そういうわけなんで味方さん頑張れ。なんだこいつ。こういう時ジェットとか欲しくなるよね。高台の敵に圧かけたいよね。足武器につくといいな。霊夢はサブスペ何がつくと嬉しいんだ。なんだろう。炭酸ジェットとか。もし食いたら持ち武器にするわ。あっこれやばいです。私は味方を見捨てて帰るぞ。こいつほんと最低だな。後衛がいたら迷わずそこ飛ぶんだけどね。今回いないから変なとこ飛ぶよりリスジャン経由が安定かなって。そういえば私ずっと感度5でやってんだけど、弓とかって低い方が当てやすいんですかね。あんま感度変えない方がいいとは言うが、どうなんだろうな。ちなみにリッターも感度5でやってます。だから当たんないのでは。弓が知性の人いたら教えてください。個人的にはドラッグショットバイルから高感度一択なんだけどね。YouTuber くんさ。
ここに関門できてめちゃめちゃ防衛しやすくなったよね。逆にスピード感なくなったけどな。私はですが前より軽くなったから今のが好きだけどね。まあ全然使いはそうかもな。ここ抜けてったみたいなのもなくなるしね。それはちゃんと気をつけて。喋ってたら打開終わりそう。意外と当てれてんじゃん。耳も気づくとか動画映えしそうだよな。こいつ動画映えしか考えてねえじゃん。天秤動画映えするだろ。ちなみに今回なんでトライストリンガーじゃなくてラクトかというと家が取れなかったからです。前夜祭でも諦めてたよなお前。トライストリンガーマジでむずくない？私には無理だったよ。トライストリンガー使ってくださいってコメント禁止ね。無理なんだろうな。違うない。っていうかあと1分切ってんじゃん。これは無理して攻める必要なさそうだな。ここを高い位置に置いといてもいいけどね。性格出るな。あんま下がってると裏取り怖かったりもするしね。ってことでこの辺キープしとこうかな。湯の花の今レイムがいるとこ居座られると敵視点めっちゃうざいのよな。ね、ここに限らずだけど湯の花はここ抑えるとカウントが動く感じするわね。でも味方のライン下がってるぞ。これ一人でいてもやられるから若干下がって射程差で圧かける感じで一気に私も下がると相手のラインすぐ上がっちゃうから逃げれなかった。粘りすぎたな。そのまま勝ち。結構キル取れた。最後はまたエリア、やられてただけな。弱の都合で前半は勝った。なんと隠せよ。向こうにいるやつ射程長いな。こういう時はミサイルだ。任せろ。結局ミサイルが強いわ。言っちゃったよ。あんま言わないようにしてたのに言っちゃったよ。ミサイル撃つだけで打開終わるからな。見とけよ見とけよ。とりあえず一人事故ったな。で敵みんな少年見てんじゃん。これはもらったわ。危ねえ。紙一重だったね。本当にね。あとクラブラだけだから近づかなければやれるね。クラブラ苦手って人多いからな。距離取っちまえば問題ないぜ。ケルビン目線は正直かも。そろそろ来るから正面警戒しなきゃね。あでも高台密集してるな。あんま同じとこいるの強くないよな。一人やって降りるか。こんにちは。そういえば晩からマッチの仕様がツイッターのトレンドなってたわね。ああ、今作結構簡単に S プラスまでいけるみたいよな。ベルちゃんは行ったんか？もう行ったよ。もちろんケルビンで。そっか、じゃあ簡単なんだな。ええ意味で。なんか前作と比べて腕前の価値が下がったって騒がれてるらしいわ。なるほどな。まあ気持ちはわからんでもないが。ベルちゃんどう思う？何真面目に答えればいいの？ふざけた方がいい。真面目に答えてどうぞ。今回3でめちゃめちゃ新規さん入ってきてくれたみたいだし、気軽にできる感じにしたのはすごいいいと思うんだ。X マッチも別で来るしね。やっぱ新規さんってだ。カチカチってや。ということでラクト会でした。丸みさ吐きながらいい感じにキル取れてたでしょ。とりあえず可能性は感じたな。練習すればもっとキル安定すると思うからみんなも使ってみてね。また武器のリクエストよろしく頼むぜ。クワッド用のギア作りたい。ゾンビギア注文してたんだよな。どれどれ。は高すぎだろ。こいつ足元見すぎだろ。ぼったくりが栗みたいな頭してるからぼったくりってか。どうもな。無理してこれ買わなきゃいいんじゃ。クワッドの頭はこれがいいの。なんだこいつ。このギアわざわざ若葉用に作ったのに崩すんだぞ。計画性なさすぎるだろ。せっかくガチャのためにお金貯めてたのに。ろくな使い道じゃなくて草も生えない。ぐぬぬぬぬ。うわー、買わなきゃいいのに。